あいこ小屋に。こんな。どうせ貴様の思いつきで来てこうなっちまったんだろう。やめろ。犬ふちキャッチ。すぐ感情的になるクズ。この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやったのを忘れたか。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。あおちょパンツ가려라좀씨。監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。なんだと。ハリルマガトリオ。もう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。君は망가진상태인거야。くそ。また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって、陸上部もなくなって。そうだったのか。그랬었구나。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。고양이는밟으면죽나。おい龍神。계속잡고있을거냐。웃을수없잖아。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする。救えないクズどもをな。お前の方だよ。今度や人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる、黙らせろ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。オスリブラゴ각성하나요。ずいぶんと待たせたものよ。ブレギデリケイク力がいるんだ。진짜뇌내로막ならば契約、강제계약을하네。どうせ消しへのおめえなら旗に掲げて人を。お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時でもあれば覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。おお、うん、貴様に何ができる。平行よが黙って眺めているがいい。ホロンがホロイラな。배네 배타고있어얘。こいつもだと。これが俺のベルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしまったな。行くぜ。なめるのガキが。キャプテンキッド。ジョジョブやれよ。さあ、ボス전들어가는것같은데。鴨志田様の手をわざわす問題児が。忍者野郎、どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろう。なら問題児らしく振る舞ってやるよ。鴨志田は、いこ。俺のキッド。オチョビョンはこ。怖い。지오지오의잘못된것같아。지오갑자기킷도아라캡틴키드진짜또
どうどう。まあいいね。どうにゃぞ。こにゃ。こわがね。はい。こわにゃ。あ。ヘビジバチ。半キロ넘게だろ、半방에。うわ。うわ。登録했어요진짜손볼까자잔택시8발흐흐흐어너이제총이없구나그냥싸워야되네그냥패우리가힐좀하자본인이죽으면안됩니다대신에딴애가죽었네요자딱총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 와타시와하에알카모시다사마노신카데알소소레가나세하이보크가今さら謝っても許さねえからな。참고로난이도가하드입니다그래서그런것이도ここは俺様の城だと言ったのに。애들이엄청세지더라고오어타카마키아주자기상상속이라고그냥오오난테난테기레이나온눈누구같냐どうなってやがれ。ちょっと異常に見えんだ。ブロウ。ブロウ。なこと言ってる場合かよ。くそ。なんで高巻がいいんだ。てめえ、手離せ変態野郎。何遍教えれば理解できるんだ。ここは俺様の城。何をやっても許される場所。誰もが俺様に気に入られたいと願う貴様らみたいな頭の悪い族以外はな高巻なんとか言えよ龍二冷静になれあの子はどうやら本物じゃない奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ羨ましいかフローニャまあ貴様らのような問題だらけの不良には女は寄ってこないだろうなくそ早く掃除しろくそこの数じゃ何もしねえで逃げんのかよ죽으면다끝이다그만해고서お前が冷静で助かるぜ分かったてめえの化けの皮絶対ひっぺがしてやる首洗って待ってろここの連中はいたぶり飽きてたところだいいぜ
つでもかかってこい。命が惜しくないならな。あー、そこ持って逃げて。待って。相手にするな。行くぞ。ワンチャン。つうかよ。これ着替えた覚えねえし。그게문제냐어울린다무조건은폭죽이다아오마이너마지션포인트요리맛있다라이리가시즈카니에이아노맥을삼으세どういうことだよこれ意味わかんねえ前に言ったろパレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ歪みにやられないためになこれドクロか具体的な格好はお前の内面の現れだお前に眠る反逆者の言ってもわかんねえかわかんねえならいちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れとけ気楽に言いやがってあてかやべえじゃん静かにしろっつってんだろこっちで助かったって本物の格好で結局鴨志田にバカのくせに鋭いな安心しろ現実の鴨志田はこっちのことは知り得ない현실상에서는뭐아무런것도없다는거죠シャドウってのは抑圧された本性人が日頃目を背けている人格だからな잘물가설치해서그냥신고하면大丈夫ってことか処刑のこと現実の鴨志田は覚えてたかそういうことだよっしゃそれさえ分かりゃあとはん뭐라고待て約束通り道案内してやったんだ今度は我が輩に協力してもらうぞ。いざ完全にギブエンテイクね。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ？協力？もしきらぬごじょ。言っただろ。我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためには遥かメメントスの。待てよ。何勝手に話進めてんだ付き合うなんて一言も言ってねえぞえまさかただで世話になろうってんじゃないよな茶碗봉사한거아니었어特にお前すでに我が輩のプランの一部なのにか생각을해볼게약속한적없다고한얘기야我が輩が人間じゃないから猫っぽいからバカにしてんのかこっちは忙しいんだよ世話になったな猫なかなかガッツのある猫だったぜお前信じてたにあおがまたどっかでなとまんがったねえわマジねえわ何いい話風にまとめてんだからねえわねえわうえーわーねえわあちとペルソナルもおっこないろんぐみちょにおねお疲れ様でしたおすごいすみだ助かった戻ったなんか振り回しちまったな悪いてかマジしんどお前平気なわけ지쳤다괜찮다졸려나졸려오랜만이다세갈때막수이다와これ 소리요리마지だったら面白いことになんな鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔俺バッチリ覚えたからそいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ鴨志田もおしまいだ体罰の証人探し
お前も手伝ってくれるだろ。도울게싫다힘들것같은데そう来なくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら意味ねえと思うぜ。もう知れ渡ってんだよ。むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。어째서다들알지カモシダがバラしやがったんだ。역시그자식이군。어째서속バレなんて教師以外ありえねえだろ。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ。俺ん時みてえにな。俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえけど、体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たらそれこそ放っておけないだろう。적응력이되게뛰어난것같아요사카모토유지頼んだぜ。俺も気合い入れっからよ。저런고문받고막이런게실생활에서어떻게적용되는거야。신뢰를느낀다。오뭔가쨍그랑할각인데아닌가。어아저진로가버렸네。見つかりたくないなら単独でやる方が効率的、そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断した。違う？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。이부분에보이스가생겼는데왜돌아와れを破らんとする反逆の翼なり。그여자의목소리가되냐。我戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。이번엔얘가전차군요。오오よし。실적페르소나의힘을성장시키는인간관계전차코옵이개방됐다。코옵이번에는아코옵이라고하네。そういや昼から何も食ってねえんだった。ここで別れんのもなんだしよ。なんか食い行こうぜ。알았어。とりあえず来いよ。つくぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。아마어떻게전과과자가되는지설명해주면겠죠。진정해。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。ほんで地元からこっち来ていそろうか。뭔가높으신분을건든것같아잘못해가지고。아무리봐도やっぱ俺ら少年が似てんのかもな。닮은구석있어。어디가 너는어떤데さすがにお前みてえに前はねえよ。つかそこじゃねえっての。周りから厄介者扱いされてて居場所ないとこ。俺もよ、前に学校でやらかしちまってな。いや、설명은나왔죠아까전。場所四茶だっけか。四茶四軒茶や。地下鉄この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。아이들끼간게좋을걸。んだよ全然食ってねえじゃねえか。뿌려준다。뭐하는거야。いいんだよ協力の礼だ。つうわけで明日からもよろしく頼むぜ。鴨志田さえなんとかすりゃお互いちった居心地マシンなんだろ。結構優秀のやつ。あ、そうだ、連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。おいごや。
잡아다가려고 하네. 채팅 툴을 사용해서 기대었습니다. 연락처를 교환한 상대와 연락을 주고받을 수 있습니다. 見てやがれかもしだ. 明日から即始めっぞ. まず奴隷にされてた奴らに話を聞く. 球技大会だったよな。 鴨志田推薦のバレエ大会とか胸クソ悪いけどよ。おかげで僕は授業ねえし、みんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。 뭐 한다고? 구기대회? 스카크에요. 쇼가나라 이빠이 아까라요. 그만 너 그만. 여기도 뭐야? 로제들끼리 대화하네. 뭐야 이거? 아, 스즈이 시오라는 애가? 음악을 眠れなくて 目をつぶると色々考えちゃうから. 시오. 전국大会 もうすぐだから考えちゃうんだ私なんかが. スタメンなんて大丈夫自信持って実力が認められてんだってシホが誰よりも頑張ってるからじゃんうん私バレーしかできないからそれより毛が大丈夫すごい腫れてたけど그쵸 열혈 타입이죠 아예 그냥 전차였잖아요 페르소나 그것도 아르카나도 このくらい大会前だし 전작의 치의 포지션이야 스즈이 悪い 話してるとか 애들이 왜 전부 다 붕대에다가 상처 투성이야 가모시다 센세가 呼んでる 어이구야 이거 얘네가 그거네 체벌 받는 애들이네 さ 私大丈夫だってきっとスタメンのミーティングとかじゃないそうだねじゃあ私行かなきゃうん頑張って뭘 어떻게 힘내라는 걸까요? 네 이거 학대 각인데 이거 아니야. 오늘 얌전히 학교에 다녀온 거겠지? 물론 갔어요. 어떨 것 같아요? 힘들었어요. 너 설마 말썽이를 킨 건 아니겠지? 안 그래도 유지의 대상이야. 쓸데없는 짓은 하지 마. 이가? 전화 왔다. 바로 연락해봤어. 메시지 받았냐? 누구시죠? 사카모토야! 내일 부탁한다. 알았어. 역시 믿음직하군. 내일 내가 부탁한다. 체벌 당한 애들 우리가 도와주자. 따크. 가봐 언제나처럼 자 이제 목표가 카모시다의 체벌을 폭로해라로 바뀌었네